はい、こんにちは、ブルーホースです。ということでね、本日もやってまいりましょうか。バイオハザード6。まあ、せっかくね、チャンネル見ていただいてるんですから、動画か。動画、チャンネル見てないかもしれないな。ねえ、まあ、最後まで動画を見ていっていただけたら嬉しいですね。ということで、当たったゴンスーって痛い、なんで俺。向かってきた。まあね、ついでにチャンネル登録ボタンとグッドボタンも押していただけたら非常に嬉しいんでね、もうそれをやってから、まあブラウザバックボタンを押すか、次の動画見るか、まあ、もしくはね、チャンネルをこのまま続いて見ていただけると嬉しい。おのっちゃーあ、違う、間違えた。なんかすごいブルブルしてる。違うよ。それをやっちゃまずいですよ。ほい。ここ。あれ、なんか体力低くね？なんで？え、お前うわ、なんかすごい来たな。これは生きてる？死んでる？死んでる？めっちゃ走ってってってる。音に近づいていくんだな。あれちょっと、こいつら、あれ？これ。あれ？無視するなら、まあ、いっか。めっちゃ食ってる。うい。あれこいつらって、何？相手にされないの？俺。されるよね。大丈夫だよ。これ。あ、ちょっと待って。まさかの無敵。そんなこともない。あ、一撃。さあ、キック。フリアースペシャルキック。めっちゃぶっ飛んでってる。あれ、ちょっと待って。でも、本当に相手にされないね。全然相手にされない。なんか寂しい。あいつ、寂しくないのかな。あ、もうものすごい勢いでコンバットゲージが回復してた。え、てもうちょっと死体ちゃん、動いてよ。無理チェック。焼夷弾。あ、違う。なんかついなんか癖であれだね。あー、なんか挟まってるわ。どんな状態。ほーら、門限過ぎたからでしょ。それはあなたが、あれ、あ、弱っ。あれ、なんかものすごい体力が低いな。まあいいけど、助けてほしい。ねえ、今どんな気持ち？ねえ、今どんな気持ち？これで撃てちゃうのがさ、あれだよね、バイオ6の恐ろしいところね。バイオ7とかだったら撃てないもんね。ルーってこれでよくあれだよね、言ってたよね、ほんとね。二人ね。あれ、どうやって走るんだったっけ？あ、スペースか。もういいか。もう相手にして。おおお、なんかトラックから、あ、ちょ、待って。あれ、ゾンビ？ゾンビっぽいな。これ、あ、当たんねえのか。なんかそう、ほら、あそこでマシンが出て敵手に打ってるやついいじゃん。あれ、ゾンビか。なるほどな。じゃあ、ヘレーナーはまあいいか。わー、熱狂的なファンがたくさんいる。どうしようかな。ぴょん。レオさん、サインくださいよーって誰があげるかっちゅうね。俺は女の子にしか相手しないって決めてるんだ。ほい。こいつなんかあれらしいね。無視してても、なんか一切合切攻撃してこないっていうやさおらしいね。あれ、ところで。あ、ちょ、待って、めっちゃ登ってきてるやん。待って、めちゃくちゃ登って、あれ？あれ、今なんか登ってきてなかった？はしご。ちょっと待ってね。なんで一発だけ、一体だけ倒したのよ。かわいそう。まあいいけどさ、別に。じゃあ降りるか。おい。で、こっからが結構大変だったりするんだよな。回復ってどうするんだったっけ？こうだっけ？ちょっとこう、死体ならのこいつ酔っ払いだな。さて、じゃあ、ドゥーンって言って、まだ。どうなんだろうな。ちょっと、あいつが、あれ？なんで？ちょっと、違うんだよ。そう。よいしょ。あたた。おいら、おりゃ、キックついでに。キックついでになんかやってくれた。あれ ?What? はい、ご褒美プレイ。おお、油飛んできた。OK! からの、一本背負い。ティほら、甘いでやんす。ご褒美、あれ、あ、ちょっと待って、こいつ硬い。こいつ硬め。面硬め。バリ硬。よいしょー、足、あ、そっか、意味ないのか。ほっ、甘いな。いやー、なんでお前も
お前までやられた。あれ他は。おい、危ない危ない危ない。あ、なんでなんで今こいつらはいいのかな。で、あと、あ、お亡くなりになってるね。こっちは戻れないでやんす。で、あいつらはグルメじゃない。なんでも、あれアイテムなしだったっけ。とか、こっちはいけるんだっけ。あ、いけないんだね。こう見えない壁に阻まれているという感じかな。で、ほい、ご褒美。あー、無理っぽいね。じゃあもう相手にしなくていいか。あれ、ちょっと待って、今、ああ、もう無駄に戦わせなくていいでやんす。ご褒美、オッケー。本当にご褒美になってんのかなこれ。男に踏まれてもあんま男は嬉しくないよね。女、え、オッケー。で、あ、ちょっと待って、なんかすごい横をチラチラ見てたけど、このハンドガンの弾が減っていく一方なんだけど大丈夫かな。まあいっか。じゃあごちそうさまでした。すごい血がプシュ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 出てるな。とはいえ他の弾も特にないんだけど、逆か、いろんな武器の弾を持ちすぎてるがゆえに、どの武器をこう専属で使っていったらいいかっていうのがあんまりよく分かってない状態になってしまってるのかな。すごいな、レオンよりもヘレンの方がお尻大きい。そりゃそうだよな、女性は。あ、違う、やべ、トラテクリやってきてるって言ってる。ほいほい。で、上からマリコ。いるね。ほい。これ、ズームはキャプスロック。オッケー。ほい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 。よし、オッケー。違う。で、進ん、あ、ちょっと待って、いる？あ、いるんだ。いたのか。ほら、あれ、ちょっと待って。うっそ、おお、なんだ。もう、自分が撃たれていることに気づかないって、もう、ゾンビあるあるやん。違うよ。なんでアイテム拾ったの？拾ったんじゃねえよ。これ、確か、ですよね、危ねえ。あ、なんか ゾンビがすごいどんどん向かってきてる。タックル、あ、ちょ、やばい。キル。私のちょ、うわ。あんな激しいのはちょっと無理ですね。じゃあ、お邪魔しまーす。中に入って一息ついてやろうか。慎重に。Good idea. It'll be safer if you keep indoors as much as possible. ティーバッグを履いてるか、もしくはノーパンで感じかな。息つけるかな。さあ、そんな余裕があるのかな。まあまあ、そんなこと言わずにさ、ちょっとやっていこうぜ。T いけるかな。これ他のもいけんのかな。まあ銃で撃つのがいいのかもしれないけどね。うわって、ね、蹴るんかい。こいつはなんか独特なプレイをしてる感じだよね。すごいなぁ。なんかアメリカっぽいよね、こういうなんかバーがあってさ。でもこのバーの裏手が家になってるっていうことは、これ生きてたんだっけ？生きてる、死んでる。インテル入ってる。で、スペース。で、こいつは確か、うん、あれ。ですよね。そんな死体のふりしちゃってさ、そんなやつはもうご褒美プレイです。刺してやる。どうだ、ツボ聞いただろ。で、オッケー。ここでね、こんな色の、なかなかヤンキーっぽいよね、色がね。まあ、赤色がヤンキーなのかどうかは。おお、びっくりした。お前さ、なんでこういう時だけ先に行ってんのよ。ほんと焦ったわ。で、こいつちょっとゾンビらしくないんだけど、ゾンビになってんだよね。手の位置が危ないよね。え、何、授乳でもしてんのか。よし、行こう。ほい、オープンセサミ。え、こいつは、ちょ、こいつじゃねえや。こっちか。あれ鍵どこだっけ。あー、そうか、ここ開ける動作を一旦やって。うん、そうなんだよね。 Damn, locked. そうなんです、ご存知。なんでこの人がこの鍵を持ってるんだってね。ちょっと、もう、レナ、
よし、オッケー。慎重に慎重に。そっちじゃないよ。めくり上げて。これ、ショートパンツ？それとも、単なるミニスカ？観察してみるか。ゾンビっぽくないんだよね、全然ね。あれ？あれ？僕が手を下すまでもなく。僕が手を下すまでもなくだったな。ちょっと待ってね。あー、邪魔だな。くそ、こうなる前に見るべきだった。そう、こいつ切り刻みたい。切り刻んしたい。もう外が悲惨な状況なんだよ。これ割れ、割れた。溶けてなくなった。いつもかな。おー、いつもだ。すげえ。ゾンビは溶けて消えるもの。ふっ。ですよね。危ない危ない危ない。もうなんかもう、こういうところに潜んでるやつってもうほんと、やらしいよね。ちゃんとポケットに鍵を入れてるあたりが。なんか、律儀というか、丁寧というか、さすがだなという。よし。ほい。ほい。あー。結構生き残りやっぱまだまだいるんだなってこと。この惨劇になったのは、まあ、なったばっかりっていうところなのかな。お食事タイム。こいつに関してはどうやってこうなったのかなっていう感じだね。すげえ。わー。で、なんでこの叫んだらやっぱ、あ、そっか。ウォーキングデッドとか見てもさ、なんか、リポビタン、ドゥンドゥンドゥン、オッケーで、最後、うやーって言うから、これで終わりかな。で、あと来んのかな。こいつに変えといて、お金だけちょうだい。オッケー、ありがとう。ごちそうさまです。で、ここのエンブレムとかも全部破壊してっから、とりあえずヘレナに飛んでってもらいたいんだけど、これ上から来るんだったっけ。まあいいや。早々に。飛び散らかし、おっそ、ちょっと待って、8メートルが全然進んでないぞ。4321、ありがとう。ふん、すごいよね。さすがだよね。あは、ディン、おなちゃん、やばいやばいやばい。ほい、あー、一撃で、オッケー。あれ、ちょっと待って、クリティカルヒット率が高いっていうか、めちゃめちゃいるな。オッケー、オッケー。やっぱ喉仏やられたら、おお、なんかすごいかっこいい。あ、ちょっと待って、久々に同じ系ゾンビやったぞ。なんか兄弟とか双子のようなさ。じゃあ行っちゃいましょう。ああ、この時は一本背負いしてくんないんだ。ああ、あ、2匹とも行った。すげえ。で、オッケー、スキル焼夷弾。ああ、なるほどね。どうしようか。じゃあ、はい。じゃあ、焼夷弾で燃やしとこう。せっかくもらったんだからね。これ、ゾンビたちいっぱい来てる。あ、いなくなった。あ、いいね、ショット弾。これ使う意味なんかあんのか。ちょっと待って。あれ？一体いなくなってる。めっちゃヤンキーみたいなのがいる。ふん！ヤンキーには、ルシファー！ね、あ、ちゃんと残ってる。あ、消えた。あの、ルシファーだったっけ？ニーガンが使ってたやつね。ネガンだったり、ニーガンだったり、なんかいろんな言い回しがあったりするけど。じゃあ、こっち進んでいきましょうか。オッケー。じゃあ、オープンセサミ。で、ほい。あー、ここか。なるほどね。やつが出てくる場所じゃないですか。あれ、ちょっと、切れない。あれ？うまくいかない。まあ、やる意味ないんだけどね、これもうね。よし。あれ？あ、ダメなんだ。へぇ。まあ、いいや。今何が出た？ V？ ここを V？ ああ、そういうことか。そういうことか。めっちゃスライドしてったわ。
でちゃんと律儀にドアが閉まる仕様っていうね。なんでこんなことにっていうと、まあちょっとね、ここのあの大統領補佐官がとんでもないことやりました。ちょっと待って、違うやつに刺さったらかわいそう。 お尻が痛そう。ほい、あ、ちょっと待って、あ、間違えた、ピーター燃やしにいっちゃった。ピーター全然戦う気ないやん。まあいいけどさ、ちょっと待ってね、またみなぎる筋肉ムッキムキ、胸筋バカがいるんで、ほら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 、オッケー、あんなところでやられてた。あ、ってことはそこでやられたってことは、しまった、あれ、おお、来た、ピーポーピーポーハーホーハー、お前戦えや。あ、戦ってるわ、地味に戦ってんだな。おい、てか兵隊があれなんだよな。普通にシンプルに考えると、なんでお前らがマグナムなのっていう。もうちょっとその機動性の高いマシンガンとかそういう系使ったらいいのにね。ああ、いってるいってる、ラリってる。オッケー、ありがとう。誰かあれを撃って、やつらを一気にからつける。え、いいの撃っちゃって。じゃあドゥン、あれ、ドゥン、ドゥン、ちょっと待って、今の位置からしたらレオンがザ瞬間移動。ごちそうさまです。 hey, come on. It's こちら、うちの子なんで知ってるんだ。ちょうど食らっちゃってる。ちょっと待ってね、まだいんの。え、いる、 What do you think? あ、いるな。で、こっからも一応撃てるんだ。あ、撃てたわ。じゃあちょっとだけ相手してやろうか。これもしかしてまた見えない壁のせいでいけん。当てた。ちょっと待って、なんていうか、照準が地味に。ハワイは、あ、あ、ちょ、あれ、あ、ヘレナにやられちゃった。逆にヘレナにやられても、こっちはまた見えない壁に阻まれてる状態ね。オッケー。よし、じゃあ、いい感じのところまで来れたんで、一旦この辺りでセーブじゃない、セーブはできないんだ。チャプターが区切るからセーブはできないから。一旦じゃあ、まあ、ここで収録は切りたいと思います。最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。またね、次回パートお会いできたら嬉しいです。ぜひね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンも押していただけたら幸いです。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。